国道151号起点長野県飯田市、中央通り3.4丁目交差点国道1号との分岐愛知県豊川市、宮下交差点国道151号は、長野県飯田市から愛知県豊橋市に至る一般国道である。起点の飯田市より長野県南部の南新州地域を経由し、愛知県では奥三河山間部地域を経て終点の豊川市に至る路線である。 おおむね山間部を通行する路線で、県境付近の一部に、協力区間が残るが、その他の区間は片側一車線の道路が確保されている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り、落合深夜バイパス2の峠バイパス三輪バイパス、新城バイパス、新城バイパスは、愛知県新城市厚かぼの清井電交差点から同市 川田の川田さん滝ら交差点に至る延長 8.690km のバイパス道路である。1時間交通圏形成の東三河、縦貫塾として、また、バイパス起点付近で、接続予定の新東名高速道路新城、インターチェンジへのアクセス道路を基として建設された。2010年に、かつて JR 飯田線南側に広がる、新城市街地の人家連単地区を通過していた。 本線は、両側に車線は確保していたが、歩道の未設置区間や4カ所の区局点を抱えており、自動車の通行に支障をきたしていた。そこで、飯田線の北側を迂回するバイパス道路を計画し、1972年に事業着手した。1980年代より、終点側から順次部分開通し、事業着手から38年が経過した2010年3月26日の、 飯田線古線橋を含む 1.9km の完成によって暫定に車線として全線の供用を開始した。バイパス開通後、旧道は新城市道、愛知県道439号の都政、新城線及び愛知県道446号、新城停車場線に指定変更された。また、新城インターチェンジ接続予定地付近に道の駅も来る新城が、 2015年3月21日にオープンした市宮バイパス。市宮バイパスは愛知県新城市から愛知県豊川市の豊川インターチェンジ付近に至る延長 7.4km の事業中のバイパス道路である新城バイパスの整備とともに広域的交通の観点から新城バイパスの終点側と連続して東名高速道路豊川インターチェンジにかけての バイパス道路整備を求める声が愛知県議会で長年にわたって上がっていた。これに対して愛知県は2008年よりバイパス道路整備の事業を着手することとなった。飯い市し、金井東金江、国道256号との重複区間道の駅、編集国道257号との分岐愛知県、新城市長の大門、ありがとうございます。